まあそうですね、まあ練習からやっぱ監督の求めるものを織り込んでくれてるので、まあ、それを理解して、まあ、やりやすいかなと思いますね。まあ、特別っていうのはないですけど、今いるメンバーだと若いなって思いました。うん、はい、そうですね、緊張はします。まあ、ただ知ってる選手も何人かいて、というところで入りやすかったのもありますね。うん、そうですね、はい、オフの時も連絡は取って、まあ、ちょこちょこ情報は聞いたりしてたんで、まあ同部屋ですし馴染みやすい環境にはあるのかなと思います。いや、東選手とやプレーしたのは結構前ではあるんで、まあキャプテンっていうイメージはその時は全くなかったんで、なんか新鮮ですね。はい、まあまず本当に話をいただいた時に本当にありがたいなと思っていましたし、まあ個人的に浦和に7年いて、いい意味でも悪い意味でもちょっと慣れてしまったかなと思って、僕的に新しい刺激が欲しいなと思ってた時だったんで、まあ、そのタイミングは一致したのかなと思います。まあ、4-3-3 でやってるの僕も ACL の戦いとかも見てましたし、まあ、アンカーの部分なのかなと個人的には思うし、まあ、1個前もできるとは思いますけど、まあ、やっぱり真ん中にポジションってことで、やっぱどしっとしていたいなと思いますね、そこのポジションで。そうですね、まあでもその位置取りっていうのを見てほしいかな。まあ攻撃でも守備でも、攻撃とかだったら逃げ場所にもなりたいと思うし、まあ、守備だったらしっかりそこにいるんだなっていうところを見てほしいなって思います。去年1年無観客の時もありましたし、で早くお会いできればと思いますし、まあ、ピッチで活躍した姿を見てほしいなと思います。まあ、個人的には古巣ですけど、まあ、サイスター僕もしっかりプレーしたいと思いますし、こんな形でも後押しをしてほしいなと思います。まあ必ず浦和にはホームでもアウェーでも勝ちたいと思います。浦和、まあまああれは本当にたまたまですけど、ただ本当に、まあ、誰か点取っても勝ちたいなと思いますけどね。はい、